今回はですね、ユミデジがね、また新しいね、安い端末を発売していますので、紹介したいと思います。えっと、今ですね、アリーエクスプレスのユミデジのオフィシャルストアが表示されていますけれども、まあ画面がですね、チラチラとね、変わっていますけれども、まあユミデジの A11S とユミデジの Power 5S という端末です。で、両方ともね、99.99 99ドル、まあ約100ドルで販売をしています。 まあということは、まあ日本円で約1万1000円、まあ1万円スマホっていうものになりますけれども、まあこれですね、えー、今ねからね、スペックちょっとね、簡単に見ていきますけれども、基本的にはね、同じ端末じゃないのかなと思います。まあ要はデザインがね、多少違うと、まあ見た目が違うというものですかね。まああとバッテリーの余裕がね、若干違うんですけれども、まあほとんどね、まあそういった部分で同じ端末ではないかなと思います。それではですね、スペックの方確認していきましょう。 それではですね、とりあえずユミデジの A11S の方を見ていきたいと思います。価格は99.99 99ドル。それで今ね、79ドルで2ドルオフっていう風貌がここに出てますんで、まあもう2ドルぐらいね、安く購入できるんではないかなと思います。で、まあこれ見た目はですね、弓、まあ、デしの A11 って言ってますんで、まあ A11 シリーズの見た目ですよね。サイドフレームがですね、金属フレームで、マットガラスって言いますかね。 まあちょっと曇ったようなマットガラスを使ったボディということで、まあ、見た目的にはね、非常にまあ,あの悪くないと言いますかね、それなりにかっこいい端末なんですけれども、で、この端末はですね、まあ、特に特徴がないと言えばないんですよね。まあ、単純にやっぱり99.99 99ドルで買える安い端末というものになっています。はい、それではここにね、まあ、主なスペックが書かれていますので、まあ、見ていきたいと思いますけれども、 まずはね、ディスプレイは6.53インチです。で、これは HD プラスですね。で、バッテリーが 5150mAh で、広角カメラ搭載しています。まあ、安い端末で、広角カメラ結構削られている端末もありますんで、まあ、弓出ジの端末は比較的広角カメラね、搭載しているものがあります。まあ、そんなに画素数は高くありませんけれども、まあ、この価格帯で広角カメラ搭載しているということであれば悪くないと思います。メインカメラは1600万画素ですね。まあ、これもちょっと控えめです。一応、グローバンド LT 対応ということで、 まあ、u d の端末はね、まあ、以前から日本のバンドにもしっかり対応していますし、まあ、最近のね、端末や楽天モバイルなんかも、今まではね、LTE オンリーの設定をしなければ使えなかったんですけど、まあ、ちゃんとですね、まあ、日本向けにということで、まあ、楽天モバイルもですね、SIM カードを挿すだけで、まあ、APN 設定ですかね、APN 設定するだけで、今までは LTE オンリーの設定が必要だったんですけども、最近の端末はね、ちょっと全てではないと思いますけれども、まあ、楽天モバイルも使いやすくなってるんじゃないかなと思います。で、トリプルソットにも対応していますね。 で、やっぱりさっきのね、これ、えー、ガラスがね、背面がガラスのね、パネルになっているということです。あとはサイドフレームが金属でスクエアデザインということですね。で、今回ですね、これ安い端末なんですけど、SOC がね、ユニソックの T の310というものになっています。まあ、ちょっとね、これはどの程度の性能のものなのかわからないんですけれども、ただ価格を考えればね、まあおそらく、まあ、ヘリオのね、P22 とか、 A の25とか。まあ、その辺の、その辺の性能に近いんじゃないかなと思いますけど、まあ、逆にちょっと気になりますけどね。このユニソクの T の310っていうのは、あの、結構性能が良ければ、まあ、例えばね、ヘリの P60 に迫るような性能があるんであれば、価格が下がった分結構いいのかなと思いますけれども、ちょっとこの A 送信は未知数ですね。で、弓電ジの端末はですね、最近ね、タフレス,スマートフォン以外でもこういったね、ショートカットキーですね。いわゆるカスタムキーを搭載している端末が、まあ、ありますね。 でこの端末もね、安いんですけれども、まあちゃんとそれに対応しているということで、まあ価格が安いっていうのが一つの売りなんでね、まあその価格が安い端末の中に、まあどれだけのね、えー、ね、機能を持たせるかという部分では、まあ結構ですね、その高価カメラ搭載していたり、まあこのカスタム機にね、対応していたり、あと日本で使いやすいバンドのね、対応していたりですね。まああの普通にですね、その価格を割り切って使うね、まあ普段使いの端末としては、 まあそんなに悪くはないんじゃないかなと思いますけれども、やっぱり今回やっぱ気になるのはね、このね、ユニソコの T の310がどの程度の性能かっていうところかなと思います。もう一台ですね、ユミデジの Power 5S ですけれども、こちらもね、価格は一緒です。で、これはですね、やっぱりこれユミデジの Power 5にね、デザインが似ていて、まあ価格が一緒です。で、さっきのね、A11 の S に比べていいところは、バッテリーがね、6 1 5 0ンペ、ah、アになってるんですね。 まあやはりね、パワーというだけあって、バッテリーの容量は少し増えています。まあそれで逆に劣ったところはですね、そんなにはないんですよね。えっ、ー、と、高果カメラも搭載しています。800万画素。あとメインカメラは1600万画素ですよね。で、当然ね、バンドも対応しています。トリプルスロットにも対応していますということなんで、でユニソックの T の310なんですね。SOC は同じなんですよね。また、あ、だからバッテリーの容量が多い分ね、こちらの方がまあいいのかなというね、感じはありますけれども、 やっぱりそうするとね、このボディでしょうね。まあこっちは完全なプラスチックで、まあそういった部分でね、金属フレームとかを使っていない。まあどっちかっていうと、そのね、えー、デザイン的にはあまりコストがかかってないので、まあ見た目のね、質感の良さで言えばやっぱり A11S の方がいいんじゃないかなと思います。で、こちらの方もですね、一応ショートカットキーですね、カスタムキーを搭載しています。まあこれはいいですよね。 で、バンドの方はですね、これは当然ね、日本のバンドにしっかり対応しています。まあ、バンド1、バンド3、バンド8、バンド18、19、26ですね。えー、4 0のプラチナバンドにしっかりと対応していますので、まあ、これは以前からですけどね、弓出ジの端末はそういった部分は非常に安心できると思います。ということで、まあ、今回は、まあ、ある種弓出ジらしいね、まあ、非常に価格の安い端末2台を紹介させていただきました。まあ、今ね、スペックを見た通りですね、 まあ基本的にはね、まあ、ベースは同じ、ね、端末で、まあ、ちょっと見た目とかね、バッテリーの容量が違うという端末になっていますで。やっぱり今回新しいのはですね、そのユニソックの SOC を搭載してきたというところです。で、まあ、最近ですね、他社も含めて、この1万円から下、あるいは1万円ぐらいの端末で、このユニソックの SOC をね、使っている端末っていうのが徐々に増えてきたんじゃないかなと思います。まあ、今までユニソックってね、まあ、一部のタブレットとか、 ごくまりにね、めちゃくちゃ性能が低いね、端末なんかに使われてるっていうイメージだったんですけども、まあいよいよですね、そういったま1万円前後のスマートフォンにもユニソックの SOC が使われてきてるということで、まあ今後ですね、このユニソックの SOC の性能っていうのはだんだん気になってくるかなと思います。 で、まあ、ユミデジもですね、このユニソックの SOG をね、採用してきたということなんですけれども、まあ、ユミデジはですね、そのユニソック使う前にちゃんとディメンシティをね、搭載したあの端末をね、もう少ししっかり出してもらいたいなという感じなんですけれども、まあ、最近ですね、ユミデジもね、まあ、バイソンシリーズは結構出るんですけれども、まあ、昔のですね、ちょっといい端末、えー、S5 でしたっけね、えー、あのね、ポップアップ式のカメラをね、搭載したスマートフォンとか、ちょっとね、いい端末、 っていうのを最近ちょっと諦めつつあるのかなというところですね。まあタフネスマートフォンか、まあこういった安いスマートフォンということで、やっぱりちょっとね、3万円を超えるようなスマートフォンだと、まあぶっちゃけシャオミー、リアルミーにはとても勝てないということで、まあ、やっぱりね、そのタフネスマートフォンに逃げたり、あるいはもうちょっとね、安い、本当に1万円より安い端末が1万円ぐらいの端末に逃げてるっていうところがあるんで、ちょっと最近ロバンドがね、下がってきたかなと思います。 あの、安い端末のね、作りとか、あとバンドに対応しているところとかは、非常にね、日本で使う分にも使いやすいですし、そんなにですね、起きてるとかの端末と比べても悪くはないと思うんですけれども、ちょっとその端末のバリエーションっていうのがね、まあ起きてるとか、まあブラックビューとか、まあウレホンとかに比べても、ちょっとなんかね、あの、最近面白くないかなと思いますんで、 まあこの二つの端末はね、価格考えればまあいいとは思いますけれども、昔のようなね、もうちょっと上の端末っていうところもね、まあユミネージにはちょっと期待したいなと思います。はい。今回は以上です。